2024年、令和6年、2月1日、19時、世界平和を祈って、全国の皆様と一緒に、騎馬隊、激文を行います。騎馬隊我々無敵の騎馬隊は毘沙門天皇旗のもと真っ先駆けて前進し一番やりに輝いてございました。引き続き楽しい丸勘激文旗祭り115出陣式をお楽しみください。私が遊ぶと地球が喜ぶ。私が楽しいと地球が癒される。私たちはこの地球に遊びに来た。私たちは幸せになるために生まれてきた。幸せは権利じゃない。義務なんだ。私たちは発光の戦士ワクワク地球防衛軍またの名を龍神隊。楽しい丸勘激文旗祭り115出陣式。2024年2月1日全国の仲間と一緒に一人さんに騎馬隊激文を送らせていただきます。斉藤一人出陣のテーマいざ八大竜王斉藤一人騎馬隊激文
一番やり、みっちゃん先生隊出陣。出陣。3番やり花絵隊出陣。斉藤一人出陣のテーマいざ。Yeah! 徹子! 歩み!
長山田春信、みっちゃん先生隊隊長八神よしこ、芝村隊隊長小川あやみ、千葉隊隊長中島きよし、みっちゃん先生隊隊長佐々木あけみ、隊長平田瀬隆、みっちゃん先生隊隊長坂口進、海部隊隊長坂本明日香、芝村隊隊長森脇、佐藤
ゆかり、マスコマ隊隊長中村雄三、宇野隊隊長島崎美幸、みっちゃん先生隊隊長悟、みっちゃん先生隊隊長特別養護老人ホームアカシア農家、田村隊隊長闇区ユミ、島村隊隊長三沢レイナ、島村隊隊長渡辺高明、島村隊隊長新井由里子、島村隊隊長奥村智子、千葉隊隊長島津康江、隊長大森きみ子、
敵だー、はやぶさ隊はお館様お守りし名誉にかけて突き進め血の一滴の枯れるまでネギシアヤン、千葉隊隊長大沢久隆、花江隊隊長青木和人、真弓隊隊長原雅也、柴村隊隊長三本学、柴村隊隊長荻戸森吉、柴村隊隊長鳩の恵、柴村隊隊長原島ひろゆき、島村隊隊長田中理恵、みっちゃん先生隊隊長塩川恵子、みっちゃん先生隊隊長早野恵子、島村隊隊長吉岡シュート、みっちゃん先生隊隊長水上ゆきな、みっちゃん先生隊隊長青木たかこ、花江隊隊長福山みずき、真弓隊隊長牧野ゆき、みっちゃん先生隊隊長石丸なおき、柴村隊隊長前畑ひろみ、柴村隊隊長堂山やすたか、ポッドセーケーキ分、我々無敵の突撃隊を敵陣深く切り込んで自信抜き受けて、バットで大和を騙し貫いて取って取って取り抜いて勝ってみせます、日本一柴村隊隊長大輔、みっちゃん先生隊隊長金子まなみ、
柴村隊隊長ニヘイナナミみっちゃん先生隊隊長金城ちえこ花江隊隊長アンベミッキー花江隊隊長鈴江高よし花江隊隊長高島純子花江隊隊長千葉よしおまゆみ隊隊長菅野ゆきこまゆみ隊隊長東まゆみ芝村隊隊長山本るりこ芝村隊隊長井川かのん芝隊隊長大坊のりこ芝村隊隊長小川悦子みっちゃん先生隊隊長たつみみっちゃん先生隊隊長阿川さかえみっちゃん先生隊隊長三藤かずのりみっちゃん先生隊隊長西本みどりまゆみ隊隊長山本いさお足川隊隊長山本ともゆきTaicho, Tezuka, Chiko!
離れたい隊長ジューン。前見たい隊長清田いくこ。芝村たい隊長日野幸子。芝村たい隊長大橋のりこ。芝村たい隊長小寺えいこ。芝村たい隊長関根としえ。芝村たい隊長荒木魔法。芝村たい隊長高橋高之。芝村たい隊長時広てるまさ。芝村大隊長佐伯のりこ。みっちゃん先生大隊長千田鳥の。芝村大隊長小池智子。芝村大隊長大浦小池。芝大隊長円谷健治。芝大隊長安江桃奈。花江大隊長横山ひとえ。花江大隊長狐塚大和。足利大隊長工藤優斗。足利大隊長渡辺愛理。みっちゃん先生大隊長坂田義種。足利大隊長竹村修。宇野大隊長牧雅子。前見大隊長稲葉さつき。足利大隊長中村みつき。芝村大隊長ざまかずき。芝村大隊長ゆのたえ。芝村大隊長富山すみか。芝村大隊長千田千鶴子。千葉大隊長
中畑ひとみおー大魔神ガキマン我は無敵の大魔神あれくる海を押し渡れ前に押し出せ押し進め狙いへたどらず炸裂し追ったけめあげて突き進めとってとって取り分かれ勝って見せます日本一以上あテーマ、いざ。お待たせしました。ナム八幡大菩薩に守られて龍騎の入場です。一層の拍手を持ってお迎えください。この旗の行くところ、龍神隊は一歩も引くことはありません。ナム八幡代表、花一隊上司横沢。自覚はうわあああご当！
勝です。ルーキー海添、大塚雷光、もう一度大きな拍手をお願いします。全国龍神隊の皆様にいい波動が入りました。おめでとうございます。せーの、バタイバタイバタイ、よいしょ。
式典の舞台させていただきます。出陣の杯、出陣にあたり命当てるとも、この旗を守り切ることもいかにも、一度乾杯。おお、八大竜王各軍
かけて全身し一番やりに輝いて取って取って取ってみせます。日本一以上。ハヤブサ隊タックル、マユリ隊代表、石田正人。激文、我々無敵のハヤブサ隊は親方様をお守りし、名誉にかけて突き進み、血の一滴の枯れるまで攻めて攻めて攻め抜いて絶対なります、日本一。以上。
闇を切り裂く火縄銃、火薬の煙、もーもーと居並ぶ豪傑、よりすぐり、勝って、勝ち抜いて、なってみせます。日本一。以上。我々無敵のアラムシャ隊は、前下にかけるアデス型、命をかけて出陣の、かけた誓いを妙に、勝って、勝ち抜いて、なってみせます。日本一！以上！以上！以上！
起点終了。はい、皆様ありがとうございました。素晴らしい機会、式典ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。改めまして、2024年2月1日各隊代表八大竜王自分大将八人衆式典大成功おめでとうございます。どうもどうも、宇宙一最高の機会、皆様ありがとうございました。ありがとうございます。そして幸運さみあるまま、各隊代表の皆様に、お一人ずつ一言、もしくは今のお気持ちをね、伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ご一緒によろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではまずはじめに、神風隊劇部を務めてくださいましたみっちゃん先生隊代表大河原優子上司、ありがとうございました。感謝してます。ひとりさん、みっちゃん先生、感謝してます。各社長の皆様、竜神隊の皆様、感謝してます。私は8年間うつで光が見えなかった時にひとりさんに出会うことができ、今の奇跡の今があります。ひとりさんに出会えたおかげで、みっちゃん先生に細やかに温かく育てて守っていただいたおかげで、仲間のみんなと楽しくここまで来ることができました。本当にこの八人衆をさせていただくにあたり、自分で前世からひとりさんの黄金の鎖をつかむんだって決めてきたんだなって改めて感じました。本当に感謝でいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、はい、竜神隊劇部を務めてくださいました芝村隊代表松本照子上司、ありがとうございました。感謝してます。斉藤ひとりさん、芝村由美子さん、マルカンのスタッフの方々、こんな機会を与えていただき感謝でいっぱいです。斉藤ひとりさんの魂の劇文は、何があっても大丈夫、怖いことはない、もう安心波動で、もうその楽しんでいます。今回は皆さんとつながったような気がして、もう感激しています。どうもありがとうございました。皆さん感謝してます。続きまして、騎馬隊劇分を務めてくださいました千葉隊代表安田美佐子隊長、感謝してます。ひとりさん、純社長、社長様方、ザッキーさん、規定さん、規定チケットの皆様、それからマルカンやひとりさんを通してつながっている皆様、ひとりさん仲間と前をつないでくださった元塾長さん、皆様のおかげさまで今の私があります。これからもひとりさんの教えをじゃんじゃんバリバリ実践し、幸せ街道まっしぐら、だんだん良くなる未来は明るい。チケットの皆様をはじめ、大応援の皆様もありがとうございました。感謝してます。はい、続きまして、はい、はやぶさ隊劇分を務めてくださいましたまゆみ隊代表石田正人隊長、ありがとうございます。
今まで、ひとりさんに出会うまでは、あんまり自分のことが好きではなくて、まあ、周りの人とこうぶつかることも多かったんですけれども、そういう時にひとりさんにの教えに出会って、実践すると、こう今までの自分が変わって、楽しく過ごせてるなというのを実感している日々です。心から感謝してます。本日は貴重な機会をいただき、誠にありがとうございました。ありがとうございました。京子上司をはじめ、大応援の皆様もありがとうございました。感謝してます。ありがとうございます。続きまして、はい。抜刀隊劇文を務めてくださいました、花江隊代表、相葉真理子上司。ありがとうございました。今日はまた、この素晴らしい舞台を体験させていただきまして、ありがとうございました。10ヶ月前に、四天王の、代役を果たさせていただいたときは、地元から仲間たちと一緒に、出陣させていただいたんですが、今回は大好きな新小岩に、来て、体験させていただき、本当に嬉しくて感謝でいっぱいです。今日援軍に駆けつけてくれたのは、自分の母親なんですが、よく考えたら、私を産んでくれた人であり、一番初めに私の一人道を伝えさせていただいた人でもあり、一番私をこうずっと応援してくれていた人でもあるので、そのお母さんと、こうやって大好きなひとりさんの新小岩に来れて、今日体験させていただけて、本当に感動で、嬉しさでいっぱいです。これからも私と、また私につながるすべての仲間さん、お仲間さんたちと共に、楽しいをいっぱい経験していきたいと思っています。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大応援に駆けつけてくださいました。稽古隊長さんもありがとうございます。ありがとうございます。感謝でございます。はい。では、続きまして。はい。はい。はい。今後、あ、失礼します。ご紹介をさせていただきます。はい。続きまして、今後隊劇文を務めていただきました、足川隊代表、渡辺真美隊長。ありがとうございました。本日はありがとうございました。無事に住むことができまして、スタッフの皆様方の応援、心の温かい応援があってですね、ちょっと引っ込み思案に後ろに下がっていってしまうは私なんですが、今日は押していただきまして、そして私はひとりさんと出会ってからずっといい奇跡の道のりを歩かせていただいております。一人で4人の子供を育てて、みんな無事に育ち上がりましたので、そのかつては心配っていうか、不安がいっぱいだったんですけれども、どの子もみんなとてもよく育ちました。社会でちゃんと活躍しております、どの子も。そして、そのかつて世界中は私も、全部じゃないですけど、かなりな数で世界を回ることができる幸運にも会いましたし、現在もこれから先、この孫たちの時代になってはおりますが、もっともっといろいろ、いろいろなことで幸運な道が開けていくことが信じられます。ひとりさんのおかげです。皆様のおかげです。ありがとうございます。ありがとうございました。みゆき上司をはじめ、大応援サポートの皆様もありがとうございました。感謝してまーす。はい。続きまして、はい。アラム社隊劇文を務めてくださいました、みっちゃん先生隊代表、大河原葉月上司。ありがとうございました。とりさん、みっちゃん先生、感謝してまーす。今日、娘と二人で、この場所に立てたことが本当に幸せです。ありがとうございます。いた。後半上司をはじめ、大応援の皆様もありがとうございました。感謝してます。ありがとうございます。
がとうございます。続きまして、大魔神劇文を務めてくださいました、宇野隊代表、牧野住夫隊長。ありがとうございます。感謝してます。本生、斎藤ひとりさんに出会えたこと、信社長に出会えたこと、ふくふく前歴の仲間、宇野隊の皆さんに出会えたこと、そしてすべて、生きとし生けるすべてに感謝します。ありがとうございます。年末ね、2023年、最後の締めくくりにこんな大役をいただけたことを、本当に心から感謝しています。2024年も、リュウさんに乗って、どんどん飛躍していきたいと思っています。今日はありがとうございました。愛してます。感謝してます。ありがとうございます。ありがとうございました。三河町市をはじめ大応援サポートの皆様もありがとうございました。以上の皆様が8人衆の皆様となります。それでは改めまして2024年2月1日各隊代表劇文大賞8人衆の皆様をご紹介させていただきます。神風隊劇文、みっちゃん先生隊代表、大河原優子上司。竜神隊劇文、芝村隊代表、松本照子上司。千葉隊劇文、千葉隊代表、安田美佐子隊長。はやぶさ隊劇文、まゆみ隊代表、石田正人隊長。まっとう隊劇文、花江隊代表、相葉まりこ上司。金剛隊劇文、足川隊代表、渡辺まみ隊長。アラーム社隊劇文、みっちゃん先生隊代表、大河原葉月上司。大魔神劇文、宇野隊代表、牧野住夫隊長。感謝してます。ありがとうございました。以上の皆様が2024年2月1日各隊代表八大竜王劇文大賞八人衆の皆様でした。もう一度大きな拍手を。そしてひとりさんを吐く社長様方、各隊本部の皆様、全国竜神隊お仲間の皆様、応援支えてくださった皆様、大援軍に駆けつけてくださった皆様、すべての皆様に感謝いたします。ありがとうございました。そして改めまして、八大竜王劇文大賞八人衆式典大成功おめでとうございます。せーの、バンザーイ、バンザーイ。ありがとうございます。皆さん、宇宙一の気合ありがとうございました。最高でした。
Knees.
2月生まれの皆さん、誕生日、おめでとうございます。誕生日、祝いの言葉来てくれた頃に私たちも感謝します。あなたが辛い時や悲しい時、私たち最高大塾の仲間がいることを思い出してください。あなたが楽しい時共に喜んでくれる仲間がいることを忘れないでください。あなたにどんなことがあってもあなたには最低トリジェクトリー場所があることを忘れないでください。あなたが生まれてきてくれたことに心から感謝します。2月生まれの皆さん、誕生日